さあ行きましょう。セーブもバッチリ、ムンバもバッチリで、意味も分かった。さあ上のガルバディア兵をのしに行く。あるね、あれやね、ガンブレードも持っとるね。よう見たらなんか雑やな。生きとる生きとる生きとる。これいいなみたいな。安もやで、いっちゃ安も。見ろよこれ、シードの武器だぜ。使いにくそうだな、ガンブレードってやつか。他にもあるぜ、ムチだろヌンチャクだろ、ほとんど SM だぜこれ。おい返せよ。そして俺のグローブはどこ行った？小汚いグローブはつけてんのか。それ返してもらいに来たぜ。わしのグローブは認識さえも、武器としての認識さえもされなかったと模様を食らいやがれ。悪いな、武器とか本当は関係ないんでね。よし、さあ取り返した。これを使えば余裕で脱走できるんじゃ。そもそもの話なんですけど、もうこの施設ごと壊せるんじゃ、どんなもんだってんだ。あ、ポコポコ、いや、やり返しとるやり返しとる。よし、はい、ゲット。全員分とりあえず OK かな。わははは。顔を叩くな、足に触るな、眠らせろ。ラグナ、うるさい。ラグナ、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 ラグナ。なんだ、わからない。なになになに、ラグナ、ラグナ。なんでラグナ呼んでんの？あ、ムンバたちが助けてくれた。ラグナ、ラグナ、ラグナ、ラグナ。なんで、なんでラグナの名前を、しかもなぜスコールにラグナを感じてる、わかんのか。お、待たせたぜ、待たせたな。武器は、お、この通り。すごいすごい。おっし、反撃開始だな。なんででかなったん。え、え、ね、どうしたんどうしたん、急に急にどうしたん。オッケー、何この演出マジで。なんかね、8のこういう演出なんかあんまセンスないっすよね。好きな方ちょっと申し訳ないですけど、やるるるー。喋れた、喋れねえね、あいつ。あ、ジャンクションやっときなさいってなもんね。オッケー、一回ゼロに全部ぶち込んでるんで、これちょっとめんどくさいですけど、ちょっと待ってくださいよ。どうしていかないといけないね。オスピーさん、顎、この辺でいいか。こんなんでいいか。ジャンクション。こいつの精神と HP、あー、そうか。何つけてたっけな。パワーバンクルでいいか。魔法、違う違う、最強防御で、あ、ヘイストが体力に入るのね。で、あ、精神サンダル入りましたね。で、アビリティがドロー、 GF の魔法、精神20ですね。残りにヒゲとファルミン入れて、カードドロー魔法、これね。で、ちょっと待って、キスティス、ちょっと待って、魔力のところにつけれない。何も魔法を全部取って取られてるってことなのか。ちょっと待ってくださいよ。魔法、キスティスが魔法1個持ってないのかな。
すべてもらうっていうのもいけるから、すべてもらう、ややこしいっすねマジで。リノはちょっと待って、そもそもセルフィーが全然持ってないな。キスティス、はい、でセルフィーが受け取る、こいつアーバインのやつを全て、で配置、回復、関節攻撃、ちょっとややこしいねこれ、ごめんなさいね。配置、攻撃、回復、関節でいいかな、とりあえずいいかな、これで。ここか、態度の悪い囚人がおるというのは。はい、ここです。あなた方の腕前で思い知らせてやってください。いいのかな、左遷させられた腹いせに囚人いびろうなんて。余計なことは言うな。あいつらちゃう、あいつらちゃう、ビッグスたちちゃう。ほらやっぱりや、こいつらです。ビッグスさん、ウエッジさん、ビッグス、ウエッジ、きたきたきた、左遷させられてるやん自分ら。仲間になれや。ここで会ったが100年目、ドールでつかなかった決着ここでつけちゃろう。刑務所へ武器も持たずの輩を相手にするというのはいささか卑怯であるかもしれぬが、これも勝負の世界、悪く思わ。あれ、しっかり武器持ってるんですけど。何、行こはよ、しょうもない小芝居やってんと。 GF 連発で黙らせるか、それともストックを補給するか。お前らも GF になってくれへんかな、俺たちの GF 感、 GF 感みたいなのならへんかな。あとカードとか、カードになってくれへんかな。ドロー、ストック、ドロー、エイストあるやん、エイスト納豆か、ドロー、エイスト、サンキューです。プロテストが入れといたらもう安泰やね。ドローしまくりたいから、ドローしまくり女子高生みたいな。どれぐらいくらい、弱い、ドロー、ヘイスト、キスキス、ドロー、ドロー、キスキス、スローを放つ、ドロー失敗。なんか一個ドローしにくいやつがあるな、縦のやつがちょっとドローしにくい感じか。いたたった、スローさえ入れておけば楽勝やからね。その上で縦のをとにかくストック狙いましょう。何をストックしてやがる、何を持ってやがる。ドローがめっちゃ失敗する。何これ、なんで、いやマジでドローできへん。ドロー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 させてよ。なんでドローできひん、あ、リゼネ、リゼネ、こっちはリゼネ取った。キスティスなら魔力が高いからドローしやすいのかな、そういうことなのかな。ドローおっしゃおっしゃ、取った。こんなのにリフレクいいんじゃない。はい、ドロー、リフレクガンガン取っとこう。ケイケイ、必要なものはどんどん取っておきましょう。ドローをやるだけの大会やしな、マジでマジでドロー大会なんすよね。ドローやるためだけの、はい、ドロー系やるら、そのまま使わせていただきます。ありがとうございます、ドロー。
もっとりすぎるから。いや失敗するな、キスティスだけっすね、まともにドローできるのが。一緒一緒、キスティスはもうドローオンリーでいこうかな、できるだけドローを捨ておいて次に生かすために。もう失敗する、ぬるい戦い、基本的にはぬるい戦いです。ドロースパイ、はい、スローをもう少し取っとくか。ヘイストは3人にかけなあかんけど、スローはあっやるやん、一人で進むから楽ですよね。オッケーお姉ちゃん、強い、強っ、倒した倒した、完全にピキ倒した。オッケー、そんなに強くないね。中魔法も作れるからいいんですよ。どん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 ストックしておけば、どん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 ストックして、ケアルラいいやん、ケアルラいっぱいストックして、ストックストックナイス。当分安泰やわこれ、当分ケアルラ安泰やわ。シッシッ、イセネ欲しいな、取りにくい、ドローしにくいんですけどね。の魔法ほどこちらの魔力的なランクが低いとドローしにくいってことですよね、多分。リゼネはかなり難しい、たまにできるんよ。オッケー、リゼネ1個、これで1個やねんね。判定上ゼロの時がだから取れないんでしょうね、多分。めんどくさいけど、ちょっとこれ取れるだけ取っときたいです。しゃあ、まだまだこれからよ。しまった、戦ってもだ、殺してまう。スローやるやんけ、やったな、おら。スローを4つです。よーしよしよし、いやそうやったらヘイストやるだけやから、ヘイストをドローするだけやから。三等兵よし、オッケー、だいぶ取りましたよ、万能薬とエリクサー、だいぶ取ったよ。申し訳ないけど無給。よし、いける、スコールを助けに行こう。いい気なりよって簡単に逃がすと思うなよ。ポチ、なんかやりよる。スコールってやつがどっかにいるはずなんだ。お前知らねえか。ゆるるゆるるゆるる、あ、ラグナー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 、よくわからねえけどなんかラッキーな予感だぜ。
あいつらの後追ってみようぜ。それでいいな。オッケー。なんだ、何、脱走警報です。各フロアにはモンスターが放たれます。脱走者が速やかに投稿しない場合、生死を問いません。魔法アンチフィールドが解除されます。もう見つかったのか。魔法が使えるようになったってことか。とっと、この曲になった。ラグナの曲じゃないのこれ。かっこいいね、この曲。上ですよね、あれ。かっこいい。うわ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 、なんかいかつやつ来た。マイクロミサイル。うわー、なるほど、そういうこと。瀕死してくるってこと。なんだてめえは。いくでしょう、これは勝てない。ドロードローしたい。いいもん、いいもん持ってそう。いいもん持ってんじゃねえのお前。エースとかしょぼいな。もういらん、もういらん。さっきいっぱい山を取ったから腹立つ。一回グッてためんの腹立つな。カードになりやがれ。カードにできない。そうなんや。モンスターを放つって言って思いっきりロボットですけどね。こっちはモンスターと聞いとるよ。シュッシュー。マイクロミサイルだけが若干腹立ちますね。一気に道まで持って、そういうわけでもない。どういうことやねん。はい、ついてください。ミス、ミスか。そうやね、スローはまあミスの可能性があるか。一応入れたりもするということね。関係ないですよね。分かりにくいんですよね、マップが。とにかくここは。よし、フロア中。いけへん、いけへん。回らなあかんのか、ぐるっと。いけ、ぐるーり。出てこい、敵出てこい。あ、誰かいた。え、どうした。てんてん、え、なに、てんてん、え、なんやろこれ。いいんかな、ほっといてもいいんかな。捕まってる人じゃないのか。魂抜かれてもうたらな。よろしいんですかね。まあいいか、終わらせてしまうか。終わらせてもらいましょう。あの
昔の雑魚がずーっとこう出てきますね。割とその雑魚の息が長いと言いますか。あれ何やったんやろな、あいつ。謎やな、ガルバディア兵。まあもう、殴り殺そうかな。シードどもめ、逃がさんぞ。あ、やられた、落とし。これはもう、じゃあ GF や。そういうことやるんやったら、こっちは GF よ。ふざけんじゃねえぞ。そういうことやってくるやつには GF でお仕置き。よっしゃ、話にならん。いけ、開く。スコール、いない。セーブポイント、まあまあまあ、セーブはいらんか、とりあえずは。フロア11。さっきのあいつマジ何やったんやろ。まあいいか、ドロー。サンダが来ちゃった。あざっす。そこまで劇的に威力は上がらないんですけど。あおるな。なんだお前ら。まあ何でもいいか、退屈なんだよ。カードでもやらねえか。マジ、ワンプレイ200ギルでどうだ。やるやるやる、ワンプレイ200ギル。オープンセイムワン。強いの持っとんちゃう、これ。いただきだ。こんなところで今緊急時にこのカードをやるという、この奇跡の展開ですけど。行こうか。あー、なかなか強いわ。67のやつがある。あいつにとってのお宝なんやろな、多分。ダメーなー、本当にお話にならんなー。あ、まあまあ、ただまあまあ、確かにそうやね。左下は上げる感じになりそうかな。中央返してくる感じですよね、多分。そうですよね。パーフェクト。まさかのパーフェクト取る可能性あるよ。うわー、圧勝。あざっす、あざっす。これやね、まずはドラゴンイゾルデがまあまあ強いですね。結構知らんやつ持っとんね。え、そっちポーション。もう一回いくぞ、ほら。ポーションなんかいらんぞ、もうちょっとええのくれや。もう容赦のないこの、早速盗み取ったドラゴンイゾルデよ。あ、サボテンダーおる。あ、強い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 。ビックスとウェッジおるわ。まあ、そこまで強くもない。今一瞬大興奮しましたけど、ちょっとそこまでですけど、まあでもまあ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 強い気がする。ビッグスウェッジやんか。これ嬉しいですね。この辺で一回ちょっと、もうズドンっていっとく。これいっとくで、真ん中返されるけど、まあ、気にせずズドンといって、パーフェクト。あ、そういく、そうきちゃう。じゃあこういっちゃう。あ、そういっちゃう。じゃあこういっちゃったりして、おっしゃー、オーケー、いただきます。ウェッジミックス、よーし。 HP アップを手に入れた。なにこれ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 。キャラクターの HP をアップさせることができます。マジ、え、めっちゃええやん。これもらえんのかな、もっと。いいもん、いいもんくれんのかな。え、ずっとやり続けたいんですけど。ウェッジビッグス入れましょうよ。いや、もう最強やで、これポンベリア。じゃあもうほんまほぼほぼ最強やからな。もう何も考えんでも勝てるわ。一切の思考停止で多分いける。あ、
いやトンベリまあまあ強えな。あーちょっとだけあいつ腹立つな。絶対トンベリ返したいならここはあえて使わん方がいいか。これで固めといた方がいいか。ミックスウェッジ使ってでこう、あーこうでいいっすよね。こうでいいっすよね。あーまあどっちでもいいけど、負けはないですね、負けはない。おし、トンベリキング次々とゲットしていく。よし、どんどん行こう、どんどん行こう。とりあえず持ってないカードを出さなくなるまで行こうか。あー結構知らんやつおる。モルボルやね、あれアダマンタイマイかな。結構知らんの持っとんな。やるやん。角固めのディックス&ウェッジモルボル、はい、タイマイさんやね。あケルベロスみたいなやつもおるな。トライフェイスモルボル、オチュー、もう全部持ってないわ。いいのめっちゃ持ってるやん自分。HP アップ出せや、ほら。もう、あの、デッキ組んでくれへんかな。ほんまに、もう毎回これ使うんやから。これは、あれっすね。あいつやね、あの恐竜おるね。鉄巨人みたいなやつもおるな。この恐竜あの強かったやつですよね。どうする、何もやりようないよ自分ら。おつぽん、オッケー。アルケオダイノス、鉄巨人アルケオダイノス行こうか。もっとあのトレードのルールでさ、もっとブワーってもらえるやつ、そっちやりてえマジで。トレードルール1が多分良くない、ディフにしないといけないんですよ。もうだからもうビフですよ言ったら。あバックトゥーザフューチャーというところのね、それにしたら根こそぎ持っていかないとあかんねんて。それトレードルールとかを変えてもらうのはあのカードクイーンなのかな。次いつになったら会えんねんあいつと。だいぶ闘争ですね。これでもさ、ほんまカード弱かったらめちゃくちゃ苦しいな。確定負け試合がずっと続くから何のために生まれてきたのか、めちゃくちゃ辛いっすねこれ。ゴージュシーもう一回、もうラスト行かして、もうラストでもう一回だけやらせてください。ほぼほぼ取ったとは思いますが、サボテンダーと、それ強いやん、77やん。サボテンダーも気になるけど77は強いな。いやーそれ強いな。2を返してきますよね当然ね。うん、まあどうぞっていうのもんで。7強いな。どうしよう、きっちりこう負けないようにだけしておこうか。あ割と強いな。これ置いて、しまった、しまった。あ、よかった。だいぶぬるかったな今の。ルブルムドラゴン、オチュー、エサンスーシ、あ、エサンスーシ、いたいた。サボテンダーもらおう、レアっぽいし。あかん、ちょっとまだまだあるから、まだまだ取ってないのあるから。くそー、これ
大変やわこれ。ウェッジビッグスまた持っとる。え、あれレアモンじゃないねや。すごいレア層に見えるけどレアモンではないのか。角固めてウェッジビッグスでここは角を制圧。苦しかろう苦しかろうって、もう勝ち確やねこれは。欲しいけど、まあ量産型なんだとしたらガルキマセラにしようか。こんなんなんやガルキマセラ、怖。これさ、武器改造いけるかもしれないですよ。こんだけちょっと違うもん取ってたらカード化した時にいかついのが来るかもしれないです、これマジで。鉄巨人とかだって鉄パイプなりそうやん、よう考えたら。鉄巨人鉄言うても出んねやから、いけそうな気がすんな。鉄言うてもでもるからね。定して強いですね。万能薬、たまには違うものがもらえるという、まさかの。やめられへんぞこんなもん。なんかまたなんか猫みたいなやつがおるわ。じゃあもうやめられへんぞこれ、ほんまどうしたいのこれ。終わりや、かかった罠に。あ、ちょっと待って、メスマライズや、あれメスマライズの刃取れるかもしれん。おった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 、メスマライズおった、メスマライズを視界に捉えました。ちょっと待ってよ、絶対取らなあかんから、ここでいいか。変に下手くそでちょっと負けそうやという、危ない。クアール、エサンスーシー、メスマライズ、これ絶対メスマライズの刃なりおるでしょ。うわー、もうめちゃくちゃ溜まってきたわ。脳死で戦ってます、楽勝なんで。ちょっとレベル合わせてあげてもいいけどね、かわいそうやし。あまりにも脳死の戦いに慣れてきてるからちょっとかわいそうにはなってきてる正直。うわっ、しまった、うっとし。君ね、よし。あー、初めて全部持ってますね。トンベリキングととか目薬、よし、ちょっと一回見てみましょう。カード変化、新しく取ったやつ、サボテンウンダーはサボテンのトゲ。いや頼む頼む、マジで鉄パイプ頼む。恐竜の骨、え、2枚でとか、あ、なるほど、2枚で1個とかあんねや。魔導石、陶器のかけら、星々のかけら、モルボルの触手、包丁、エクスポーション、ジーリターナ、まあ、この辺はまあ絶対使わへんしな。いやー、ないなー。ちょっと、なんか悔しいな、ちょっとだけ。あと2枚必要なものがあるっていうのも。うわ、なんか変なやつおるな、いかつい顔が。レッジビックス取っときたいなと思うんですけどね、はい。アダマンタイマイも多分持ってないから。あいつ何、気持ち悪いな、あいつ、あいつなんやねん。バイセージハンズ、アダマンタイム、バイセージハンズ、はい、いや
間泥棒や。やっばーこれ。ええねええね、絶対別にやり直せる機会あると思うねんけど、分かってるんですけど、もう手が止まらへんねん。7隣7あるから、これいってみましょうか。1返しに来よるのはもう分かっていますが、どうしようかな。固めて同時に行きたいところですが、無理か。固めて、勝ち確かな。このあの8強いわ。ブリッツワイルドフック、ブリッツ F10。 あの8めっちゃ強いわ。でかい8、あれボスカードなんですかね。ボスカードって言っていいのかな、あれ。あれがあの上下に強いのが強い。おお、やるやん。おお、おお、なめとんな。あの真ん中のあいつ強いですもんね、676。おーおーおー、やるって、やってくる、やってくる。負けない戦略でいくか。これ置いちゃったらもう負けないかな。あ、やばい、やった、あーやった、あーミスった、マジで。ちょっと返して、ちょ、マジやった、これはやった、これはやったな。うーわ、出してきやがらへん。そらそうか、俺でも出さんわ。うーわ、これボンミスですわ、マジで。うわ、ガチでボンミスした、最悪や、どうしよう。ガチ気味のボンミス、じゃもうほんま舐めすぎてた、あまりにも適当は良くないねやわ。もう出してくれへんのかな。トンベリキングじゃなくてトンベリフォカーロール、フォカーロール。おい、出してこいや、頼むって。もうずるい、勝ち逃げずるくない、なんか勝ち逃げずるいぞマジで。出してこいや。うわ、出してきおらへん、もう多分無理なんやろな。めっちゃへこむんすけど、最悪ですマジで。イフリートを失ったのは、まあ、正直しょうがないと自分でも思えるんですけど、これを失ったことに関してはかなり痛い。うーわ、やっちゃったな。また結構危ないぞこれ、気をつけないと。また危ない、また危ない。あんまりナメプでいったらこれ危ないぞ。ちょっと待てよ、気をつけて、丁寧に行かないと。返せなくなったら終わりやから、これで大丈夫ね。あ、危ねえ、危ねえ。やっぱちょっと危ない、ちょっとほんまちゃんとみんな危ないわ。なんでこんなことになったんや、なんでこんな。ああ、出しきた、よしよし、絶対絶対絶対、よかった、マジよかった、よかったぜー。ただあいつを持っとるから強いですから、慎重にいかないと。早く出させたいよね、どっちか言ったら。
嫌な予感やなこれマジで。これ置いてさ、置いて右取り寄るじゃないですか。右取り寄って、いや右取り寄ってで救急で落として、こんな真剣に考えたことありますか、カードについて。右のあの A を使われたくないのよ。もし右側に Q のやつ置いて返されると鬱陶しいじゃないですか。もうしのぎきれへんくなるから、できれば誘導したいんですけど、分が悪いぞこれ、どうしよう、あいつならどう動くかなっていうのを考えたいんですよね。右下を救急で固めるのはまず悪くない選択やね。右下救急は悪くないですね。とりあえずここは、まあ、最低でもドローに持ち込めればいいから。で、ちょっと待てよ、これを置いて、返し、5を返しにかかろうと思うんですけど、6であそこ返されるからポンポンで、青ポンポンで返されて、ね、あれ返して 1,2,3,4,5 ドローにしかならん。このままやったらどうすればここから勝ちの方に持っていけるんだろうか。これだとドローなんすよね。ドローなってまうな。9で返してあれ持ってこられてもダメやし、しょうがないか。ちょっとまあ出たっていうことが分かればいいから、まあとりあえずドローでもいいか。これでドローですかね。まあ出るっていうことが分かったから、オッケー。ちょっと取り返そう。初めてこのここに来て初めてのシビアな勝負が始まってっから、これ真剣にやったらむずいやんけ、これ。ご勘弁よ、これ。おっと。向こうのミスをちょっと待ちたいですけどね。あそこ行かれんの一番つらい。あそこが一番あの、ディアボロスの強い位置なんですよね。あそこでこう誘われるのが。誘いをかけられとるわ、わし。誘っとんね。ディアボロ小僧が誘っとるからね。ベヒーモスみたいなやつおるな。オッケー、これでいいでしょ。9で2。いや、そうでもねえな。いや、これでいい。これで、あっちを置いといて、とりあえず置いといて、5を返しに来るのは分かってるから、こう。で、ここ返しに来るでしょ。で、この5を確実に落とす。か、もしくはこれを置いて2枚、1,2,3,4で絶対そこ来おるから、1,2変わって1,2,3で返して、とりあえずで、うん、これで勝ち確いったと思います。多分これ返しに来よう。何？そうなの？まあどっちにしても私の勝ちか。よっしゃー、あーありがとうございます。よかったー。そしてベヒーモスめっちゃ欲しいし、ハイポーション買い、ベヒーモスめっちゃ欲しいし、こいつもムカつくから、もう根こそぎ全部こいつのよりどころにしとるカード全部取るから、二度と勝てへんようにしたら。うわ珍しい、ど真ん中から。
角からはめるって結構有効やと思うんすよね。やっぱ強いっすよね、角はめ。もうな、身動きできひんなるもんね。まあ、角はめはすごいその守りに適してるっすね。メルルドラゴン、角で角詰めるのは守りにはすごく適してる。あ、来た、ベヒモス来た。ちょっと慎重に行こう。あそこ置かれて左7あるから、そうやね、守り重視でいきましょうか。うん、なるほど、そうそう、でもいいと思います、戦略としては。6613A5966、そうですね、67、これを置くかね。こうなると苦しいんですよね、一気に向こうが。こうよし、もろた、ありがとうございます。ベヒーモス、トンベリ、キマイラブレイン、これも強いな。カードとしては相当強いですね。いいもん持ってんじゃねえかてめえ。めちゃくちゃ危なかったな。いや、もう一個取られてたら僕の腕やったら負けるのよ。もう一個いかれてたらもう僕の腕やったら追いつけへんからね。77の稼働のやつを持っとるか。あの角に置かれたくないので、当然これですね。こうですね、そうで、この77をうまく反転させて、でもう一回真ん中で来ると思うんで、はい、でこれで固めて、これでもかなり向こう厳しい、もう僕の負けはほぼないという状態まで、これで持っていけるということですね。で、6-3なんですけど、7の方を利用するためにこっちを返す。これで、ほぼほぼ、勝ちと。はい。そうそうそう。そういうことや。負け、ボム。負けというものを、こう、負けないようにっていうのをまず固めつつっていう感じやね。あれでも一回負けた時、ルールが、マックスみたいなやつやったらやばかったな。ほんまに緊張感を持ってやれと。これもこうなんですよね、上でこうこうのね。ライフフォビドン、懐かしいな、もう使わへん全然。今こう守りでこう、はい、もうこの右は絶対返せないっていう状態。この方がいいですね。はい、よし、ワイルドフックとコカトリス、ドラゴンイゾルでワイルドフック。はい、どんどん行こう、どんどん行こう。もうでも激レアのものは持ってないって感じですかね。金枠が一番多分強い枠なんやと思うんですけど、金枠はもしかしたらその世界に一枚だけっていうことなんかな。持ってないんすかね、もうなさそうな感じやね。つえつえ、これ、これ横で返す、素晴らしい。悪いね、めちゃくちゃ辛いから、あれやられたらおえーっていう。よし、グアール、いただきます。やべえ、結局カード20分以上やってるかな。すいませんね、もともとだってカード最初やらへんとまで言ってましたからね、僕。やったら終わりの
カード地獄、すでにハマっている、返しに来る、はい、どうぞ。で、きっちりこれで角角固めて、まあもうほぼほぼ安泰になりました。どうしようもないね、盾強いやつ置いといて、あの変なロボットみたいなやつな。あー、なんかこのジムの何々みたいな見たことある、この間さっき戦った敵もこんな名前でしたよね。ガルバディアのもうこうロボットみたいなことなのかな。ちょっと待て、ちょっと待て、見てみよう見てみよう。速射弾、速射弾ベヒモス、バリアシステムを1個生成、 10枚で10枚とか、赤い牙、命の指輪を1個生成、ダイナモ石を1個、ゴムのかけら、10枚はしんどいな。やっぱメズマライズの歯や、やった。うわ、メズマライズの歯来た、やった、作れるな多分。もう一個ぐらいメズマライズ取っときたい気もしますけど、まあいいか。よし、じゃあちょっと、長くなりましたんで、次回はここから行きたいと思います。